ジョン・ピーター・リチャードソンジョン・ピーター・リチャードソンは、アメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、1886年から1890年まで、第83代サウスカロライナ州知事を務めた。1831年9月25日、リチャードソンは、サウスカロライナ州クラレンドン郡において、ジョン・ピーター・リチャードソンとジュリアナ・オーガスタ・マニングの、息子として誕生した。 リチャードソンは1849年にサウスカロライナ大学を卒業後、クラレンドン郡にあるエルムズウッドの応援で経営者となった。リチャードソンはまたサウスカロライナ州会議員に選出された。南北戦争が勃発すると、リチャードソンは1862年にアメリカ連合国陸軍に参加した。リチャードソンはジェームズ・キャンティー殉の下で、 終戦まで参謀を務めた。終戦後、リチャードソンは1865年から1867年までサウスカロライナ州上院議員を務めた。その後、州の政治は共和党急進派により掌握され、リチャードソンは州の政治から離れた。リチャードソンは共和党の勢力が衰えた1878年に州財務官として州の政治に復帰した。 リチャードソンは1886年まで州財務官を務めた。1886年、リチャードソンはクラレンドン軍の民主党員から指示を受け、民主党の州知事候補に名乗りを上げた。リチャードソンは州民主党大会で推薦を受けたが、ジョン・カルフン・シェパード副知事がベンジャミン・ティルマンの推薦により対立候補に上った。リチャードソンは州党大会において、 結成間もない農民組合から強い支持を受けた。リチャードソンは、州党大会の予備選挙において、3度の投票を経て、過半数を獲得し、民主党の州知事候補に選出された。そして本選挙では、対立候補が現れず、リチャードソンが、第83代サウスカロライナ州知事に選出された。1888年、リチャードソンは2期目の知事を目指した。 リチャードソンは、ティルマンの推薦する、ジョセフ・アールと民主党及び選挙を戦い、6割以上の支持を集めた。本選挙では、対立候補が現れず、リチャードソンが2期目の州知事に選出された。リチャードソンは、知事として、中正改革を求める農民の声に応じた。1889年には、クレムゾン大学を創設した。1899年7月6日、 リチャードソンはサウスカロライナ州コロンビアにおいて死去した。リチャードソンの位置はカムデンのクエーカー墓地に埋葬された。ありがとうございます。